はい、自宅から撮ってます。動画でこのあの小物の先にね、この丸いのついてるのはあれ何ですかっていうあの質問があったんで、あの紹介します。で、粘土なんですよこれね。今100均で買ってきたんだけども、これダイソーのオリジナルのお湯で柔らかくして作れる粘土、これ100円なんですね。100円で6本入ってたな、こういうやつが。これをね、ここにあの今これ3分ぐらいであの柔らかくなるって書いてあるんで、今湯がいてるんだけども、これカチカチ落とすんじゃないですか、あのテーブルに置くと。で、犬嫌がんじゃないですかっていう話ですよね。これセミナーでカズさん、あのカズさんに来てもらった時に、店舗セミナー来てもらった時に紹介してもらったお湯丸、それはお湯丸っていう商品だったな、なんですけども、まあこれダイソーのオリジナルのプラスチック粘土かな。で、今ダイソーで調べたらプラスチック粘土で検索すると売ってるんで、アマゾンか、アマゾンで検索したらプラスチック粘土売ってるんで、でそれで買えばいいと思う。でもこれ1個でいいですね。100円買えば十分ここにつけられるんで、今だいぶ柔らかくなったと思うから、柔らかくなったから、全然柔らかいな。ちょっと出してみますよ。おお、こんな感じで水飴みたいになるんで、こう形が作れるのでつけるわけですよ、端っこにね、角に。おうおうおお、いいねいいね、こうか、ピントがね。まだこっちも柔らかいな。これ出してしばらくするとやっぱ硬くなっちゃうので、形作るまでに硬くなったらもう一回お湯の中に入れれば何度でも使えるみたい。これちょっと硬くなっちゃったから、もう一回、もういいかこれ、あ、そこについちゃう。これ沸騰してるけど、そんなにこの手がなんていうの、やけどするほど熱くはないで、形も結構自由に作れるんで、こんな感じでポンポンポンとすると、こっちはもう固まってる、こっちはまだね。これカズさんオリジナルなんで、だからもうあの小物とか気になるじゃないですか。あとはカズさんがやってたのは、その耳の洗浄液も冬場冷たいから、冷たいのって冷たいって嫌じゃないですか。だから温めるって言いましたよ。なんで温めるって言ったかな、あれだな、あの赤ちゃんの哺乳瓶のその保温を買ってきて、容器を買ってきて、あれね、一定の温度、何度ぐらいかなに温めるじゃないですか、あの哺乳瓶の。それはならないわ、これね、毎回置くじゃないですか、これだから、これをこうストレスなんで、犬もねカチャ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 静かにしてくれって思ってると思うんで、っていう、これでした。プラスチック粘土です。やってみてください。では。